こんにちは、モスマンです。セントラル記念の予想準備動画、ザダルの回ですね。ザダルは、これ今回休み明けですけれども、このメンバーの中でもちょっとね、面白い存在かなと、馬場にね適性がありそうかなって思います。で、この馬、まずは、前走のねプリンシパルステークスからちょっと振り返っていきたいと思います。このレースもう一回見直しました。で、勝ってるんですけれども、任した相手がね、今回人気してるね、ルボルグとか、その辺任してるんですよね。で、当日の東京の競馬場、がね、やっぱりものすごいもう高速馬場で、もう前残り前残りでね、ロジャー・バローズがやっぱり日本ダービー逃げ切ったみたいに、もう内々を回ってしまえば、もうとにかくスピード落ちない、そのまんまもう行ってしまうっていうような極端に内枠有利な前残りの馬場だったわけですよね。で、このプリンシパルステークスも、ザダルがね、競り任したエングレーバーっていうね、同じキャロットの勝負服の馬、この馬もやっぱりそのロジャー・バローズが勝ったのと同じ、もう最内の内内のもう最内ラチをもう逃げて、一番スピード出るコースで逃げてるんですよね。それを外から、石橋周騎手がね、追って加速して最後ギリで捉えてるんですけど、府中のあの馬場で、上がり33秒7ってことで、最近32秒台とか出るんでね、極端に速くはないですけども、でもね、あの馬場でしっかりと前ね、一番スピード出るコースに乗ってるエングレーバーを差し切れたっていうのはやっぱり、強いなと。そして高速馬場に適応が適性があるのかなっていう印象を抱かせてくれるんですよね。で、今回セントラル記念中山2周目でね、やっぱスピードが出るって話じゃないですか。なので、こういう府中のスピード競馬に対応できる馬が今回は前来るかなっていう気がしているんですよね。ザダルは正直1回使ってほしかったですね、これね。プリンシパルステークスを勝ったんだけど、ダービー行かずにそのまんま休養入ってってことで、ダービーからの馬よりもさらにもう数週間ね、休養の期間が長いと。多分今回出走してくるメンバーの中で一番休養期間が長いのかもしれないですね。なので、しっかり立て直して、まあ成長を促してっていうことなんですけど、プリンシパルステークス勝ってるから、おそらくですけど、ここで4着とか5着になっても多分菊花賞は賞金的に足りるんじゃないですかね。だからここを明治で取りに来るかどうかってところがちょっと判断の分かれ目なんですよね。これここで権利取らないと、賞金上積みしないと菊花賞が黄色信号だっていうようであれば、今ちょっとね、順番的に言って菊花賞で何番目にいるか分かんないんですけど、多分新馬買って500万買ってプリンシパルステークス買ってるんで、本賞金で1700万とか多分あるんじゃないですか。1700万とかね、1900万とか。多分ここで明治の仕上げでここ勝たなくても、あるいは2着その優先出走権取らなくても、菊花賞が出れるぐらいの賞金持ってんじゃないかなと思うんですよね。なので、ルボルグみたいにね、1回8月の3日かなんかの札幌の芝 2000m の1勝クラス、コバコンコーセン使ってる馬に比べると、やっぱりちょっと割引な気がするっちゃするんですけども、この馬のそのプリンシパルステークスの勝ち方、非常に鮮やかなんで、ね、そこのところをちょっと評価したいなと思います。そして、血統的に言うとね、お父さん当選ラーってことで、当選ラーってこれ見れば、振り返れば振り返るほど、これ結構面白い馬ですよね。菊花賞オルフェーブルの3着、長いところ走る割にはマイルチャンピオンシップ豊井隆騎士で大外一気でね、瞬発力で1600の G1 勝っちゃったりとか、あとは天皇賞春でフェノーメノの2着に入ったり、京都記念勝ったりとか、スピードと瞬発力があるので、 1600m から 3200m までもうここまで幅広くどこの競馬行っても掲示板乗ってくるんですよね。いわゆる高速ステイヤーですよね。スピードと瞬発力に秀でていて、それでいてスタミナがあるから、1600でもやれちゃうし、3200でもやれちゃうしっていう、ものすごくなんかサッカー用語でいうとこのポリバレントな馬だったですよね、現役時代ね。その当選ラー、ディープ3区じゃなくて当選ラー3区ってところがちょっと面白くて、当選ラーはレックススタートにいるんで、今のところ重賞勝ち馬1頭も出してないですね。で、ディープインパクトの後継としてはやっぱりちょっとマイナーな部類に入っちゃうと思うんですけど、それでも現役時代のあの走りっぷり見るとね、ちょっと面白いなと思うんですよね。特に今回このザダルのお母さんシーザーセイっていうのはアメリカの輸入の牝馬です。
日本で1回だけ走って引退してるんですけど、父がレモンドロップキット。レモンドロップキットっていうのはキングマンボです。金亀じゃないキングマンボってことですよね。レモンドロップキットはヒルンデールスタッドで3万5000ドルかなんかです。93年生まれってことで、もう24歳ですかね。もうそろそろ引退が近づいてる、とてもベテランの種牡馬ですけど、毎年必ず1頭は大きいとこ勝つ馬を出すっていうね、超アベレージヒッターですね、レモンドロップキットっていうのは。でその証拠にね、レモンドロップキットがどれだけ実績馬かっていうとね、ブラッドホース.com でブルードメアサイヤランキングって見れるんですよ。これのワールドワイドなんで世界中網羅してるんですけど、ちなみに1位はサンデーサイレンスなんですよね。445頭の繁殖に対してアーニングインデックス 1.58 っていう、もうぶち抜きの数字出してますね。で2番が、アンブライドルツソング、379頭の繁殖に対してアーニングインデックス 1.44 ですね。アンブライドルツソング母父でっていうとスワーブリチャードですね。っていう感じでこう見ていきますと、ダダダダダっていきますと、実はここの29位にレモンドロップキットの名前があって、繁殖牝馬180頭に対してアーニングインデックス 1.57、 1.5 乗ってくると結構すごいですね。うん、でちなみに29位がアグネスタキオンで、338頭に対してアーニングインデックスが 0.82 なんですよね。まあ頭数が多いんで1頭あたりの稼ぎはちょっと少ないっていう感じですよね。30位がちなみにスペシャルウィークで197頭に対してアーニングインデックス 1.05 ですね。まあスペシャルウィークの肌って言ったらシーザーリオですよね。つまりサートルナーリアですよね。サートルナーリアをしてもまあスペシャルウィークね、アーニングインデックスはちょっと低めなんですね。あとはそうですね、日本に馴染みのあるところで言うと、黒船が19位ですね。黒船19位、262頭に対してアーニングインデックス 1.15 って、やっぱね、アーニングインデックス 1.5 を乗せてくる種牡馬ってね、そうそういないです。16位がキングカメハメハで233頭に対してアーニングインデックス 1.31、 代表3区インディーチャンプになってますね。っていう感じで日本のね種牡馬何頭もいるんですけども、アーニングインデックスで 1.5 を乗っけてくる種牡馬ってね、本当に少ないですね。やっぱしなんていうかね、活躍馬を出すは出すでもアーニングインデックスってブリーダーかなり見てくるんですよね。つまりアベレージでどれぐらいその産駒が走るか稼ぐかっていう指標なんで、 1.5 っていうのは本当に難しいですよ。ジャイアンツコーズウェイですら426頭に対して 1.49 ですから、まあギリギリ 1.5 いってないんですよね。ってことを考えますと、29位ではありますが、レモンドロップキート180頭の繁殖に対して 1.57 って、これやっぱ高い数字なんですよね。アベレージにみんな、アベレージに走る。ということを考えますと、このザダルもね、レモンドロップキートの肌のシーザスイ、この馬ね、7万ドルで、スキンランドセールで主取られてますね。買い手がつかずに7万で主取り。で、その後ね、ちょっとチェイスできなかったですね。この馬ね、アメリカ産とはいえ実はカリフォルニア産なんですよね。ケンタッキーブレッドじゃなくてカルブレッドなんですよ。なんでケンタッキーとかフロリダの方ではちょっとヒットしなくて、もしかしたらですけどカリフォルニアの2歳のバレッツセール出身の可能性が残ってますが、バレッツセールの2010年のアーカイブがですね、ファイルが壊れてて見れねえっていう見れなかったです。バレッツセールアーカイブ2011年までしかなくて、10年がねノットファウンドになっちゃうんですよ。ということでシーザーシーはちょっと僕、セールスヒストリー遡れなかったんですけども、まあ、日本に買われてきてるのは間違いなくて、7万ドルで主取った後に多分庭で買ったか、もしかしたらバレッツの、セールで買われてるかどっちかですね。でシーザーシーはね、お母さん、2代母、このザダルの2代母っていうのがマジックブロードっていう肌で、これブロードブラッシュタンクなんですよね。ブロードブラッシュって言って日本だとブロードアピールが多分有名じゃないですか。ネギシステークスで、ダート競馬なのに15頭ね追い込みでごぼう抜きしたっていうあれですね。それの父がまあブロードブラッシュで、この2代母のマジックブロードの父もブロードブラッシュで、マジックブロードっていうのは種牡馬インクルードのフルシスターですね。アメリカで、エアドリースタッドかな、インクルードって種牡馬いるんですよね。ブロードブラッシュのちょっと地味な種牡馬なんですけど、快速血統、アメリカの土着の快速血統の、インクルードいますが、それのフルシスターが、ザダルの2代母ってことで、その前がストップ・ザ・ミュージックとかね、これボケ結構スピード血統ですね。正直言ってレモンドロップキットこそビーチパトロールっていう馬がね、日本が買った種牡馬ですけど、 2400m の G1 勝ったりしてて、レモンドロップキットは結構長いところまで出すんですけど、
その前がね、ブロードブラッシュ、ストップ・ザ・ミュージックってこう見ていくと、やっぱりスピードの方が勝ってんのかなっていう印象なんですよね。レモンドロップキットの影響でどこまで距離持つかな。あと当選ラーがね、やっぱりポリバレントな馬だったんでね、3人までやってるんで、ザ・ダルもね、この馬もさて距離をどこまでこなすのかなっていうのは、ちょっと体型とかね、そういったところを見ないと、血統からはなんかスタミナありそうとはちょっと言えなくて、ただ一つ言えるのは、レモンドロップキットが母の父っていうのは非常に非常に世界中でレモンドロップキット3区っていうのはアベレージに走ってるんで、これとてもいいですね。そしてセントライト記念だけで言うとどうかな、正直ちょっとルボルグの方が臨戦過程はいいかなって気はするんですけども、ここでもババオ適性はありそうかなってところですね。あと枠番見て、あとジョッキー誰乗るかよくわかんないんで、ジョッキー誰が乗るのかと枠番見てからの、まあちょっと、予想の結論はあの他の動画で出したいと思います。はい、ちょっと長くなりましたけども、あの結構ね、決闘面白くて、当選ランも面白いし、ボケも面白いしでね、あのなんかセントライト記念のなんか展望っていうよりは、なんかこのザ・ダルっていう馬の決闘とかね、なんかバックグラウンドの方にちょっと興味がいっちゃったんですけども、あの面白い馬なんで、ちょっと注目したいなって思います。はい、ということで、セントライト記念ね、予想の動画は、枠番発表後に木曜日かなんかに出すと思いますんで、そちらもよかったらご覧になってください。ご意見、ご感想ありましたら、あのコメント欄からいただけると励みになります。よろしくお願いします。バイ。